ルイ・レオポール・ボワイ・エサクトは、フランス語で、キュロットを履かない人というような意味で、フランス革命の推進力となった、社会階層。主に手工業者、職人、商店主、賃金労働者などの無産市民を指し、当時のパリでは貧困層に属した。キュロットとは、半ズボンのことで、当時貴族の一般的なボトムスであった。そして、蝶ズボンを履く庶民を貴族が馬鹿にして、 サンキュロットと呼んだ。これに対し、労働者は不公平な身分制度に反対する意味を込めて、逆に自分たちを誇りを込めてこう呼ぶようになる。サンキュロット階層は、苦境やパンの価格高騰などによって、生活に苦しんでいて、三政権どころか一切の権利を持っていなかった。そのこともあり、フランス革命の到来は、サンキュロットに熱烈に支持された。 流言に橋を発する暴動で、バスティーユ牢獄を襲撃した7月14日のバスティーユ襲撃事件、9月虐殺など、血なまぐさい革命の暴力的側面はすべて彼らによって引き起こされたものである。パリのサンキュロットは、フランス革命での不安定要素で、ブルジョワ主導の国民議会を悩ませた。立法議会になってもその傾向は変わらず、 武装民兵と化した彼らがたびたび起こしたデモや暴動は議会への圧力となり生活の改善を求める運動は革命を急進化させた。格闘派はパリのサンキュロットに迎合せざるを得ない状況にあったためフランス革命が極端な平等主義や富の再分配といった社会主義的な政策を途中で取り入れようとしたのは彼らの影響であった。恐怖政治は サンキュロットの熱心な要望で始まったものだが、ジャコバン派の分派争いで粛清を受け、特にサンキュロット直接行動主義の代表格だったエベール派の処刑以後は先導者を失って弱体化した。さらにテルミドールのクーデターを境に一気に衰退し、テルミドール反動と、その後の総裁政府や失政政府は大規模な弾圧を行ったため、サンキュロットは、 革命勢力としての力を完全に失い、革命の主体はブルジョワジーの元に戻った。ありがとうございます。